今日は試合の祝勝会と、この前誕生日だったじゃないですか。あ、まあそれを兼ねてちょっとホームパーティーをしようかなと。すごいですね、和と洋のこのミスマッチ僕らが用意したんで即席ながらサムネ撮れた。サムネ撮れました。これで俺 OK。 うっとうしいからすわ。うっとうしいからすわ。食べましょうか。じゃあ試合振り返ってみてどうでした？試合？試合のあったね、そんなこと。遠い過去のようだ。まあ手が痛い。手が痛いし、そこら中痛いけど。そこら中って言っても足と手が痛いから。じゃあ食べていきまーす。いただき。うん。どうすか味は？うまい。いくらって感じ？よし。ついにここまで来ましたね。早かったね、本当に。うん。我々がヒヤヒヤして。うん。ヒヤヒヤした？YouTube やりすぎて、そう試合がちょっとやばいんじゃないかみたいな声がすごい多かったから、うん、ね、前の日寝れた？全然寝れなかったよね、俺も全然寝れなくて、マジで？全然寝たけど。いやおかしい。ホテルでマッサージ受けて、そのまま寝ちゃったけど全然寝れなくて、うん、我々はすごい失敗でした。本当に、うん、いやでもね、実際やっぱり俺ってあんま緊張しない方なんだけど、うん、やっぱなんか弟の試合とかすごい緊張するから、うん、自分よりやっぱ人の方が緊張する。ああ、かもしれない、うん、リング上では聞こえてるの？周りの声。ああ、聞こえてるよ、俺は。俺は割と冷静な方だから、うん、結構セコンドの声も聞こえてるし。やっぱじゃあファンのみんなの声とかちゃんと届いてるとか。それ一人一人が何を言ってるか分かんない。まあ俺消毒大使じゃないからさ、うん、いやでもね、飯がうまいっすわ、まあ、今回減量はほとんどなかったんだけど、でもやっぱ2、3日前から節制してたから。大好きなお使いも控えてたやっと飲めるよ。うん、酒がうまいわいやでもいい試合だったっすね、ほんと。ほんとに、うん、緊張感あったよね。うん、まあでも今回さ、煽り声が激しかったね。激しいやん、うん、激しい。もう負けたら外歩けんレベルだったからさ、さすがに俺も結構今回は緊張したね。まあ、それに今回ちょっとあんまり練習できなかったからさもうプロ練で一緒の人が会場で久々になっても全然練習こんかったけど大丈夫みたいな。たまたま練習で足を怪我して、まあ、ちょっとずっとできなかったから、まあ、ちょっとそこは不安の要素ではあったけど、うん、ちょっとね、体調崩したり怪我したりしたら、うん、まあ、でも格闘家って万全でその迎えられるってことの方が少ないから。うん、確かに、うん、食べ物とかも、ね、生まま食べるのにとか、まあ、それは当たり前のことで体調管理っていうのはにしてもね、練習しなさすぎたから、うん、やっぱ試合展開、うん、激しい試合にならなくてよかったな。うん、そこは救われたね。まあ、でも、エッツさんもね、すごいリスクしょって試合してくれて。いや、リスク背負わないと盛り上がらないからさ、うん、かっこいいよね。それともかっこいい。男だね。うん、一番最初のエッツさんがタックル来た時も、ほんとスパッて来てたもんね。でもね、結構力強いなと思ってるから、やっぱり。ただ多分あっちの作戦だと俺は結構カウンターを打つ癖あるから、うん、自分で打ってカウンターを打たしたところにタックル入るっていう、うん、それか蹴り足を持つとか。あ、蹴り足はね、もともとなんだよね、癖が。あ、ミドルを持つ癖があったから。逆に、ヤツさんがどんな分析をしてたのか。多分ローキックが俺に入るのっていうのはまず踏んでたと思うし、うん、なんかね、俺高いレベルで最初なんか裏の裏を書いたんだよね。逆に俺は自分で分析した時に俺ってローキックから入ることが多かったから、うん、で、ヤチクの試合見てたら結構キャッチする癖があったんだよね、こうローキックを。だから最初ハイ打ってよと思って、いきなり相手の考えたことの裏を行くみたいな、うん、そういうなんか心理戦でもあるから格闘技って。だから D と3で先ほど読んでた。そう、お互いにね、それは将棋強いわけだな、うん、しょっちゅう将棋やってるから気がついたら携帯も将棋やってた。まあでも将棋強いって言っても俺そんなにね言うほどレベル高くないからね。どれぐらいのレベルだと思う、自分は。将棋初段か2段ぐらいのレベルだと思う。将棋初段になって相当強い。いやでも大したことない将棋ウォーズとかでもよくやるんだけど、3段とか4段とかの人と当たると、まあ、負けることも多いし俺もたまたまやってて将棋ウォーズ。ほう、そう。あ、佐々木も将棋できるの？まあやってて、そう、でやってるみたいになって1回やりましたね、2、3回誰もボロ負けしたいからマジで弱すぎる。まあ2人は経験者だから格闘技の、うん、分かると思うけど、本当格闘技って危険なスポーツというかさ、うん、まあ、怪我の差し合いじゃん、要するに、うん、言ったら
野球とかサッカーとかより危険なわけよ、うん、で、まあ、その分熱もあるじゃん、お客さんの面白さというかさ、今回の俺の試合もそうだけど、まあ、負けた方は結構失うものが多かった、うんうん、背負ってるものがでかかった。リングの1対1の対決だからさ、うん、そこに誰も入ることができないし、うん、言い訳できない状況なの、そういうスポーツだから、うん、すごいあるよね、緊張感というかさ、うん、で、応援してる選手が勝った時の興奮とか、うん、本当格闘技は素晴らしいと思うから、うん、もっと広めたいよね。広めたいですね、うん、その会場とかでもさ、YouTube で朝倉未来を知って、雷神っていう舞台を知って、うん、足を運んでくれた人がすごい多くて、やり方を問わず、やっぱこう、格闘技が盛り上がってるってことがさ、うん、すごいいいことなんだと思うし、ん、さ、そうですね、もうやってよかったって感じですね、うん、その煽りとかも激しくてさ、その煽りの部位とかを見るたびにさ、こっちは、うん、どんどん不安になるわけじゃん、もう道連れも一緒だからさ、うん、まあでも俺やるときはやるとこだから、まあ、昔から、うん、じゃなきゃ東京来ないしね。え、佐々木君も、佐々木君もともと東京だから、ああ、佐々木君もね、その一緒にさ、うん、佐々木君はもう俺に会った時から俺に惚れ込んでるから、え、まあまあ、でも一番最初から大好きなんでしょ。あ、もう好きですよ、それは普通に、うん、どういう、え何どういう、ちょっと憧れ的な感じでしょ、ね、うん、そうそう、付き合う感じのじゃないよ、うんうん、なんか、あのさ、カインドッキリの動画、うん、演技上手すぎて、うん、マジのゲイみたいに言われてるから、みんなファンに全然、本当に本当のゲイだから、いや、違う演技上手いじゃなくて、素だから、いや、でも、タッチすごいよね。あ、でもタッチは多いかもしれない。それは、あのどういうタッチなの、あれは。フレンドリー的な感じ。あ、フレンドリータッチ、そうそうそう、あ、そんなその、ここ日本だからさ、頼むよ、日本だから、男好きとかそういうことじゃないから、あ、うん、もう佐々木君も、怖いですよこれ、うん、もうすぐ試合でしょ、うん、そう、佐々木君もついにプロデビュー戦が、プロデビュー戦が、うん、D かな、 D 全然緊張してないっすよ。新宿だっけ。自分の人は緊張してないけど、考え方楽観的だから、うん、負けたら負けたで、あ、負けちゃったぐらいの背負ってないから、いやいやいや、そういった意味では本当だよ、何も背負ってないから、この人俺も別に死んでもいいかなみたいな感じであるけど、いいかなみたいな俺のセリフみたいな、いや、まあでも全然本気で勝ちに行きますけどね、うん、もちろん負けたら俺が編集するわ、その時、うん、もうやられた瞬間のパンチが、あれ、DDの試合は写真、あ、動画を押さって OK にしてもらったから、動画撮っていいの、全部、さすが、じゃあ、YouTube で見れるってこと、ね、でもディープって、その格闘技のなんか3団体、うん、大きな3団体はパンクラスとシュートと、まあ、ディープ、うん、その3団体がもう結構有名で、うん、そのトップに立つ選手がやっぱライジンとか出れるから、うん、まあ、ある意味ライジン出たいとか言ってたからさ、とりあえず、うん、まあ一歩をね、踏み出したわけですよ、うん、ぜひファンの皆さん、うん、応援に来てもらいたいですね、新宿フェイスだから、まあ、多分入場料500円とかだから、でも、朝倉未来の一番弟子で、佐々木くんさ、うん、俺とスパーリングするとビビりまくって、うん、いやもう、だって全然違うんですよ、プレッシャーがね、うんうん、でも俺も頑張ってちょっと慣れようとして向かっていく、最近はすぐに帰るザリガニみたいなんでこんななってるから、いつもいや、本当になる、手抜いてないのか分からんけど、手抜いてるからすごい来るから、手抜いてなかったら失神してるから、失神してるね、サークルバックボーンも柔道でしょ、うん、柔道と柔術だよ、柔術も日本一になってるからね、そうだね、うん、山田は自信あるんですけど、グラップラー、韓国グラップラー、あれだとたまたま俺が起点を聞かせていただけて、寝技は好きだけど、まあ女が好きと、あのドッキリ、佐々木くんめちゃくちゃ上手かったけどさ、うん、ミクルがさ、めちゃくちゃ笑いこらえめっちゃ笑うからミクルギャ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 笑ってるから、なんでそんな笑ってんのみたいな、逆に逆に面白いでしょ、実の弟とかさ、まあ、ゲイに誘われてたらもうカオス状態ですよあれすごい動画だったね、面白かった、ね、面白かったね、ぜひ動画見てください。でね、今回は前回の格闘ハンデの時にサランラップ巻かれたの俺、うん、めちゃめちゃ暑かったから、うん、あれ水抜きに最適だと思ってやったら、一人でじゃあ全然負けんくてホテル、一人でどうやって、ホテルにサランラップあるから、そうサランラップ持ってたんだけど、うん、全然負けんわと思ってダメだったね、うん、いや、あれ危険だよ、そして、うん、あのね、あれちょっとある程度巻いて取れなくなったから、自分でなかなか、あ、どこにあるのみたいな、一番先全然取れんやみたいな、
あ、一人でやるもんじゃない。一人でやるもんね。大変ですよ。いや、楽しかった。では、最後、視聴者の皆さんに、あとこれから見てくれる方たち、この動画を見るかわかんないけど、何年後かに見る人が初めているかもしれないし、そういう人たちにメッセージ。そうだね、メッセージね。何もない。今回なんですけど、ミクルにお金を貸してくださいと言ったら、ミクルは果たしてお金を貸してくれるのか。お金がないんだよ。金借りそうです。いや、20万。借りれば20万。何事？